古宮克人です。今日も皆さんからいただいた質問に答えていきたいと思います。で今日は、2014年世代の、オサキャプテンについて聞きたいですというようなコメントをいただきました。でオサ選手はですね、入学した時からですね、本当にこうスラーっとした、まあ昔で言うと、まあ、キャッチャー体型ではない、そのまあ言うたら形なんですけども、本当にキャッチャーとしてですね、まあ、キャッチングはもちろんそうなんですけども、何よりスローイングがむちゃくちゃ速いんですよね、入学した時から。でバッティングもまあうまくヘッドを使って長打力もある、本当に、長打力のある優秀なキャッチャーが入ってきたなというような印象で、下級生の時は見させてもらってました。ただ、そのスローイングに関してもバッティングに関してもいろいろなところで雑さが最初は目立ってまして、そこでまあ言ったこのオサ選手自体もバッティングも、キャッチャーとしてのプレーも、どん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 正確性を高めていって、速いし、正確だし、うまいしっていうところが、オサ選手が高校の時にちゃんとこう育っていったところかなと思います。で本当に中学の時から、東の兄貴東雄介選手とバッテリーを組んで、地元でも、まあ、関西圏でも有名なバッテリーだったんですよね。でそのバッテリーがそのまま智弁和歌山に来て、智弁和歌山でも3年間、恋女房としてバッテリーを組んでいって、オサ選手も成長していってっていうところなんですよね。で下級生の時から智弁和歌山の正捕手をずっと担ってまして、バッティングでも、6番7番8番あたりを下級生の時から任せられて、非常に素晴らしい選手で、最上級生になったら、キャプテンも務めるようになりました。ただオサ選手に関しては、その選抜ですよね、明徳義塾とやった3年生の春の選抜で、まあ、東選手のワイルドピッチをこう止めきれず、それでサヨナラワイルドピッチでサヨナラ負けするとか、やはりキャッチャーとしても苦い経験をしていると。で最後、和歌山大会の決勝でも東選手に、まあ、スライダーを要求して、そのスライダーがこうカーンと打たれるというふうなサヨナラのシーンも経験して、本当にこう高校時代はですね、キャッチャーとして、悔しい思いをたくさんして、でもその経験がですね、卒業した後、駒澤大学の方に進学しまして、あのレベルの高い東都でも、キャッチャーとして勝負できる。で3年生からはちゃんとレギュラー取りまして、一部昇格にも貢献したっていうところにつながってるんじゃないかなと思います。でオサ選手のその面白いエピソードとしましては、まあ、最上級生で、まあ、オサ選手が4番バッターとして活躍してたんですけども、6月ぐらいにですね、あの和歌山県の夏の、大会の抽選があるんですね。で抽選の日に、その日もゲームがありまして、で練習試合なんですけども、その日は、まあ、キャプテンはこう抽選に行かないといけないので、まあ、キャプテンなしでその日のゲームを戦わないといけないと。確か相手は遊学館さんだったかな、まあ、その辺の細かいところはちょっと忘れてしまったんですけども、なんせこう1試合目終わって、まあ、2試合目の途中で、まあ、終盤かなんかこう智弁和歌山ビハインドだったんですよね。でオサ選手が抽選から帰ってきて、そのまあまあ、オサ早く着替えろよみたいなことを高島先生が言うわけなんですよ。で私もまあベンチで、まあ、コーチとしてこう見てて、まあまあもうオサ選手は今日ない出場がないと思って、まあ、ゲームの状況を見守ってたので、まあまあちょっと智弁和歌山ビハインドでこう終盤なんとかどうやってひっくり返すこうかなというふうな戦い方をしてる中で、おおさ行くでーっていうのでもう着替えてもうノーアップでもう即代打っていうような時がありまして、で大佐選手をおーおー行くんかいみたいな感じで、抽選から帰ってきてすぐ練習試合に出て、それでなんかスリーランかなんか打って逆転したみたいな話がもうありまして、結局衝撃的 で高島先生その時のサインがホームラン打てのサインが出てまして、まあ、智弁和歌山ってホームラン打てのサインがあるんですけども、大佐選手がもうそんな全く準備してなくて打席に入ってホームラン打って逆転するみたいな、そういう日があって、おいこんなんあるんかよほんまにと思いながら、そんな時もありました。で、大佐選手は本当に先ほども言った通り高校時代は本当に悔しい思いをして、まあ、甲子園には出れたんですけども、2014年世代っていうのは本当に大佐選手を筆頭に東選手、片山選手とか、あの田中選手、大畑選手とか本当にこう素晴らしい選手がいてまして、甲子園に出たら本当に上位を狙えるんじゃないかなと。下級生には山本龍我選手とか斉藤選手とか、西山東真選手とか、もう本当にこう戦力が充実してた世代だったので、本当に私はコーチとしてまさか和歌山
の大会で負けるとはこう考えにくかった、逆にそれがまあ一つ油断につながって、で、その夏の大会市立和歌山に敗れるんですけども、その春の大会とかそれ前の大会で市立和歌山に圧倒的なこう差をつけて勝利してるっていうので、まあ、選手自身もちょっと決勝戦市立和歌山いけるやろみたいな感じでちょっと油断した部分が、やはり野球っていうのはそんな甘くないもんで足元救われて、で、まあ、それが結局あの実力がある、こっちの方が実力があってこっちがないとかじゃなくて、やはり結果がそのチーム同士の実力を示す唯一のバロメーターになるので、やはりそういうところで慢心というものがあって、甲子園を逃してしまう、決勝で初めて敗れてしまうというところにつながってしまう、その辺は一つ、まあ指導者として、いい経験をさせてもらったというか反省すべき大きなポイントだったじゃないかなと思います。その後、まあ2014年の、敗退、決勝戦敗退を機に2015年でまたこう甲子園には出場するんですけども、甲子園で大量エラーで負ける、この2013年2014年2015年あたりが、まあ私が一生懸命選手に関わっていく中で本当に指導者として貴重な経験というか、たくさんさせてもらった、本当に感謝が多い学年でして、引き続き長選手、本田技研鈴鹿の方で社会人野球を頑張って、なんとかこうドラフトで NPB 入ってもらいたいなというふうな選手の一人でありますんで、皆さんも長選手引き続き応援していただければなと思います。どうもありがとうございました。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このように、いただいたコメントに対する動画も、作っていきたいと思いますので、どうぞ皆さんお気軽にコメントの方もお寄せください。またいいねボタンとチャンネル登録の方もどうぞよろしくお願いします。